こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。今回も、カードウェアハウスね、開けていきたいと思いますが、なんと今回はこちら、呪術廻戦のウェアハウス。いやこれね、諦めてたんですよ。これね、販売された時に、そのね、夕方かな、仕事があってね、夕方頃しかね、行けなくて、もう行った時にはもう売れ切れた。で、再販されました。4月12日ですね、再販ということで、で再販もね、ちょっとね、月曜日だったんで、まあ、無理だなと、ね、多分ね、あのネットでもね、もうほぼほぼ売れ切れていて、で、ね、スーパーとかでもちょっと出るのか分かんなかったんですけども、パッとですね、あのコンビニ、ローソンですね、行ったら置いてあってですね、うわ置いてあるってことでね、買ってきました。今回ね、16パックですね、購入してきました。嬉しいですね。5月の8日にね、第2弾出るんですけども、第1弾もね、開けられるということで、はい、できればね、スペシャルカード五条先生がね、出てくれる。あとね、好きなキャラクターがですね、七海健人さんでね、そこがね、出てくれるとね、ありがたいなっていうことで、ね、今回はね、タタタとね、開けていきたいと思います。もうね、もう中のカードとかね、もうだいぶ経ってますんで、もう存じ、ね、ご存知の方は多いと思いますんで、今回ね、もうどんどん開けていきたいと思いますが、はい、まずですね、はい、お、はい、伏黒めぐみさん、おい、かっこいいよね。いいよね、このキャラクターもね、大好き。はい、で、ちょっとね、ゴミをね、捨てながら、はい、もうウェアハウスはね、もうね、毎日食べてますね。毎日ね、うちの家族はね、もうおやつはね、もうウェアハウスが決まってるぐらいですね。もういろんなカードあげてますんで、はい、で、次が、お、これはなんだろう、これはちょっと光ってるような感じですけど、これはあ、R、レアですね。あ、これスペシャルカード？あ、いきなり出したの？あ、スペシャルカードは裏に SP って書いてある。あ、そうなんだ。この裏側のここに SP って書いてあるから、スペシャルカードですね。箱押しあるって、あ、キラキラしてるわ。あー、スペシャルカードいきなり出ました。あ、なんてことに、見逃してましたね。あー、うん、で、裏側はこういう感じなんだね。うん、で、これがレアカード、 R か、あるからね、レアカードですね。で、裏側はこんな感じね。レアカードもね、なんかこれちょっと光ってたんだけど、そういえばこれも光ってるなと思って、ね、見たらスペシャルカードでした。あ、そうですか。はい、スペシャル1枚ね、早速出ました。いやー、どうかな、あと出るかな、五条先生のスペシャル。はい、では次行きたいと思います。そっか、これもね、ちゃんと見ていかないんだよね。はいはい、これは多分ノーマルかな。はい、あ、N って書いてるからノーマルですね。この裏側にこう N って書いてあるからノーマルですね。はい、アイコンね。名前なんだっけ。手でこないぞ。パッと出てない。ごめんなさい。はい、次こちらですね。来ました、来ました。いや、これはね、出て欲しかった。これ、あ、レアカードなんだ。七海健人さん、はい、この人の生き方がね、好きだな。超かっこいい。そうですか。大人を大人って書いてますけどね。いや、かっこいいよね、七海健人さん。これ欲しかったんだね。はい、では次行きます。いやー、お、これはなんだ、これビジュアルカードってやつかな。
あ、そうや、 V って書いてあるね、これね、裏側におね V ね、V、 発音難しいね、 V、 V、 V はい、これビジュアルカードね、五条先生いますね、五条、うん、一、はい、こんな感じですね、うん、いいですね、はい、では次行きましょう、はい、スペシャルカードってね、1枚の中どのくらい出るのか、はい、よいしょ、はい、これも、あ、レアカードっていっぱいあるんだね、うん、はい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 、全員マキさんですね、全員マキさん、はい、ね、この人もね、なかなかかっこいいよね、人だしね、かっこいいよね、天気好きですね、はい、では次ガンガンね、開けていきたいと思いますがかぶりましたこのかぶりはいらないな、うん、はい、次行きましょう、いらないですね、このかぶりはよいしょ、おっ、お、来た、来ました、よいしょ、いや、これは、はい、虎杖悠仁さんと五条先生のスペシャルカード、いや、これ嬉しいな、やった、あー、これもね、欲しかった1枚なので、五条先生一人のねスペシャルカードもあるんですけども、いや、これでもいいなと思ってたんですけどね、いや、来ましたね、来ましたね、あ、よかったよかった、はい、いやー、よかった、はい、いや、もうこれ満足ですねはい、満足です、はい、いや、まだね、まだありますんで開けていきたいと思いますけど、いや、開けてよかった、はい、では次行きましょう、お、マジで、あ、五条先生来ました、はい、レアカード、あれ、そうだよね、五条先生のレアカードだけど、スペシャルカードも一人で あったはずなんですけど記憶によると前調べた時にあったような記憶、記憶違ったら申し訳ないですね、はい、それでは続きましょう、いや、嬉しいな、五条先生のレアカードも嬉しいですね、うわ、なにこれ、こんななんの、これなに、え、勢ぞろいじゃん、あ、スペシャルカードガンガン出ますねうわ、これすごいね、え、スペシャルカード、あ、こんなあったんだ、うわ、超かっこいい、知らなかったな、これ、へえー、なんかスペシャルカードだけど、なんだろう、シークレット的な、わかんないですけどね、はい、いや、どうなんでしょう、いや、これかっこいいね、裏側もこんな感じで、おお、なに、スペシャルカード結構出てない、これ1枚、もう2枚、3枚出てますね、スペシャルカード3枚出てます、おお、今のところ3枚出てます、スペシャルカードすごいね、あ、こんなん出るんだ、スペシャルカード全部で7種類、スペシャルカードは7種類ですね、7種類中今3枚ね、3種類出ましたね、いやー、いいね、うん、あ、そうですか、うん、少なんだね、そういえば出てほしいな、はい、では次いきましょう、お、これはノーマルだね、よいしょ、
伊地知さん、伊地知清隆さん五条、ね、先生にいつもね振り回されてますね。はい、いや、いいキャラクター。うん、はい、では次行きましょう。いやー、もう3枚出たからね、すごく満足感高いんですけどもね。さあ、お、これはレアカード、よいしょ、野原さん来ました。野原さん、うん、はい、野原さん、うん、いや、なんかね、だんだんね、野原さんいい感じになってきたような気がするんですけどねなんかね、初めはすごいなと思ったんですけどね、だんだんなんかいい感じになってる、はい、個人的にはそう思っております。はい、では次、よいしょ。さあ、これはビジュアルカードですね。いた後に、野原さんもいますね。はい、めぐみさんもいますね。はい、3人が揃ってるビジュアルカード裏側、うん、いや、これもいいですね。ビジュアルカード2枚目、ビジュアルカード全部で何番だ、あ、4種類、もう半分きましたね。はい、でも残り3パック、さあ、あと残り3つの中にスペシャルカードはあるんでしょうかね。今3枚出てますけども、4枚目来るか、来たらでかいね。うわ、これ何、あこれも、あ、これはノーマルなんだね。ビジュアルカードかと思ったけど、はい。こちら。名前なんだっけ、出てこないぞ。ヨガ、まさみち。いやー、そうそう。まさみちさん。パッと名前が最近出てもらって、はい、では次いきます。あ、あの人あの人ってね、なっちゃうんだよ。はい、かぶりましたね、レアかぶりました。はい、はい、ラストパックになります。さあ、ラストどうでしょうか。ラストパックには、おおおおお、これはでもレアなのかな、レアですね、レアだけど、スクナさん来ました、両面、スクナさんねえ、いやかっこいいねうん、猫の額のとマークはまた何とも言えませんけども、うん、はい、スクナさん来ましたね。はい、いやー、満足しましたね。はい、いや、こんなね、いっぱいスペシャルカードね、出ると思わなかったんで、まあ出て2枚かなと思ったんですけど、3枚ね、来ましたね。うん、いやー、いいですね。しかもこれどうなんですか、かっこいいね。うん、これもいいね。うん、いや、これもいいけどね全部いいねうん、いやー、よかった。ということで、今回ね、もう諦めてた呪術廻戦のウエハースね、開けられて、とっても満足いたしました。それでは、See you next movie!